どうも皆さん、こんにちは。ジャックバスです。今私はニューヨークの57丁目あたりでね、パーカーホテルの前にいます。でね、本日は、ノマーズって有名なパンケーキ屋さんを紹介しようと思ってるんですけども、前回ね、動画であげてるバーガージョイントのハンバーガー、そのホテルと同じ場所にね、あります。まあ、ホテル内のね、レストランと、ハンバーガーショップっていう感じで、場所はね、同じなんですよね。両方ともとても有名なお店となっております。で、今回ね、そちらのパンケーキを紹介させていただこうと思います。それでは行きます。これがメニューです。今回これを注文したいと思います。まだね、空いてる時間帯だったのですぐ来ましたね。5分もかかってないと思って。それではいただきます。メープルシロップもあります。ちょっと後でかけたい。メープルかけてね。また味が変わっていいです。見た目がね、だいぶ残念な感じなんで、食べきれないかと思いますけども、ちょっとできるだけ頑張ってみたいと思います。ではお会計です。コーヒーとパンケーキで35ドルのタックスで38ドルですね。そこにチップが入って42ドル前後ですね。だいたい4500円ぐらいですかね。まあまあします。それでは支払ってね、出たいと思います。それではお店を出ました。今回はノーマーズっていうね、パンケーキ屋さんを紹介させていただきました。全部でね、45ドルということなんで、まあまあしますけども、雑誌にもね載ってるような有名なパンケーキ屋さんです。もしニューヨークにね、来た際に、パンケーキね、もし食べたいっていう方がいましたら利用してみてはいかがでしょうか。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。